今を生きる短歌塾の3回目いきたいと思います。えー、っと現在売っている角川短歌あ川文化振興財団さんの短歌、えー、という雑誌です。こちらです。えー、っと今回3回目はですねこれも短歌の一つの短歌の一つの魅力ではありますユーモアウィットつまり思わずニコッと笑ってしまうとかあやりよるっていう感じですね。 ニコッとするようなこっちらは思わず微笑んでしまうようなこちらもうちょっとあれかな皮肉な感じも含めてクッとくる笑いがくる感じこういうのも単価の魅力だと思います、えー、いきたいと思いますユモア・ウィットノブです、えー、プログラムされたみたいにまっすぐに洗面台へ走る二歳児プログラムされたみたいにまっすぐに洗面台へ走る二歳児 千葉県の小金森さんという方の歌です。二百八十三ページの上の段に出てきます。これはこれで、あのもう説明いらないと思うんですが、えー、プログラムされたみたいに、という、まあ。例えだよ、というのは、はっきりわかる作り方にしていますが、これはこれで非常に面白い単価、えー、になっていると思います。ただ、あえて言うと、その二歳児がバーッと走っていくという姿の切り取り方がはっきりしすぎているので。 単価として膨らみはどうかと言われると、えー、うんと考えてしまうところがありますが何せこの2歳児というのが可愛らしいので取、えー、ってみました二、えー、つ目ですウイルスはカクもコアキかコマイヌのあの字の口もマスクされてウイルスはカクもコアキかコマイヌのあの字の口もマスクされて山口県の田村さんという人の歌です 291ページの上の段に出てきます。えー、狛犬にマスクがされているんですね。この切り取り方は、うんって。<laughs> やっぱりみんな、ふ、うん、中にはわ、そんな嫌な時代になったなと思う人もいるかもしれませんが、こういうのはもう、切り取り方としては、もう、笑っちゃった方が勝ちなんで、えー、そういう魅力の単価だと思います。えー、ただ、あの字の口もっていうのが、本当は、 あの字で口なんですかね。あの口じゃないですかね。<laughs> っていうちょっと理屈っぽいことを私は考えたりしました。はい。えー、山口県の田村さんという人の歌でした。三つ目です。退屈で夏休みって暇すぎてリカチン、リカちゃん人形を三つ編みにする。退屈で夏休みって暇すぎて、リカちゃん人形を三つ編みにする。 茨城県の橋本さんという方の歌です。292ページに出てきますあ。あのページ数は1回しか言いませんけど、これ複数の家人が取っている場合もあるので、私が気づいたところのページ数を言っておりますが、えっ、ー、とまあこれは高校生とかくらいなんですかね。その先者の方もそういうことを言ってたと思いますが、えー、これも説明いらないと思います。リカちゃん人形を三つ編みにするくらい暇だと。 まあ、あの勉強制という話になるのかもしれませんがこれはこれでその様子が非常にえ可愛らしい、えー、で一方でこう,うんざりした彼女の感じということをこの女の子の感じというのをイメージするだけでもちょっとくすっときますんでユーモアの部で取りましたはい次もちょっとくすっときますなんかサラリーマン川柳的な世界になりますサランラップ買って帰るね夫からの LINE に夫婦を感じている午後 サランラップ買って帰るね夫からの「LINE に夫婦を感じている午後」えー、兵庫県のこちらの方は「イ賀さん」とお読みするんでしょうかあ兵庫県のイ賀さんという方のお歌で295ページの下の段に出てきます。えー、これはこれで非常にあの私としては面白いなと思ったんですが、えー、この面白さというのが「えー この夫婦の情を歌っているんですが、そのちょっとしたところで切り取って歌っている面白さはあるんですが、ちょっと字余りが過ぎるかなというところもありますが、まあこういうのを堂々とやってみせるところが単価の、まあこの単歌のユーモアだなと感じます。えー、以上、ユーモアウィットの部ではこの4首を取り上げました。以上です。